はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。さあ今回ですね、こちらもリクエスト多数いただいております。ドボイズからキュウくんのダンス解説でございます。お待たせいたしました、キュウくんでございます。僕がね、選びたいトップ10のダンサーさんですねの中のお一人様でございますので、踊ってる時の笑顔、そしてその体幹の強さ、首バキバキ、ヒットバチバチ、もうすごい踊ってる時のシルエットが綺麗ですね。顔小さくて、で手足長くて、でちょっと細身じゃないですか。細身なのにもかかわらずパワフルなダンスができるっていうところがキュウ君のポイントであり、そのパワフルなダンスをしているにもかかわらず顔が常に爽やかっていうところもキュウ君のポイントでございますからね。今回はそういったところを見ていきたいと思います。いってみましょう。まずですね、一番最初は、10秒のところですね。振り向き方よというところです。キュウ君のダンスの魅力は何といってもとにかくマックスですね。パワーマックスで踊るっていうところがあります。ここもうね、10秒からマックス見ていきましょう。どうぞ。今のこの振り向き、この振り向き方がもう 100% なんですよ。この聡明な顔で前を向くと、向いた時の髪のなびき方でどのぐらいのその勢い、遠心力がかかってるのか、 G がかかってるのかっていうのはなんとなくわかるかと思います。このテンションで踊り切ります。これがすごいと。この笑顔、43秒見ていきましょう。キュウ君のダンスをね、語る上で欠かせないのがやっぱ踊ってる時のスマイリングでございますから、ましからそこのね、笑顔になる瞬間、ここもまたたまらない。というところですね。この顔を一個下げてパーンって上げた時に、で最初にちょっと言いましたけど、この首の出力値っていうのは非常に高いんですよ。のでパーンやった時にはーんじゃないんですよ、パーンなんですよ。このパーンの勢いが全然違うので、見てる側がキターみたいになるんで、これみたいな来るの分かってるから、曲はもうってなった時のキュウ君が、その期待通りの期待を超えるようなパフォーマンスをちゃんとしてくると、ああこれこれっていう風に説得力があるので、まあその説得力につながったのが首の強さだったり、こういう切り方だったりするんですけど、そこにちゃんとこの笑顔がついてくるから、キュウ君のパフォーマンスっていうのはとにかく花があるというところになります。からのですね、高すぎる出力値見ていきましょう。1分24秒ですね。とにかく踊ってる時パワフルなんですよ。どれだけの力を込めてるのかっていうのがよくわかるシーンがあります。見ていきましょう、こちら。今のところですね、ここのパートちょっと早すぎたかなと、まあなんとなく見ててもうバキバキに踊ってるじゃないですか。どのぐらいバキバキかスローモーションで見ていきましょう。はい、ストップ。ここの首の部分をよく見ていただきたいんですね。もう見えますか、ここにバキバキに筋肉が盛り上がってる、モリモリの首を、このぐらいやらないと出ないんですね。うん、これです、これです、この感じです。やばい、顔がやばいっていう風になっちゃうんですよ。なんとなくパンパンパンってやってるんじゃないですよ。キュウ君の中でオラーっていう風に、オラ頑張るだって言って 100% に近い出力値を出し続けながら踊ってるっていうところが分かると思います。でこれがあるからこそ、この後にドンって首下げるんですけど、そのドンがすごく強く入る。見えましたかね、ドンって言った時にピタッじゃないんですよ、バーンっていう風にちょっとバウンドしましたよね。そのぐらい力を込めて落とし込んでるっていうところになるので、じゃあこれを踏まえた上でもう一回ね、通常の速度で見てみましょうと。というところです。ちなみにこのね、下に入る瞬間の首の切り方もやばいんですけど、ね、もう一個あるんですよ。高すぎる出力値その2と、1分33秒見ていただきたい。これもすごいんですね。今のところです。ドンドンドンっていうところで、左手右手首っていう風に3ポイントつくんですけど、ここの1、2個目のヒットがパーン入って、3で首がバキーっていくっていうところですね。細身にもかかわらずこれだけの強いヒットが打てるっていうのは、非常に筋繊維神経が行き渡ってるっていう証拠になります。ヒットを打つっていうのは筋繊維とその意識がうまくこう連動してってっていうところが非常に鍵になってくるので、がむしゃらにやればいいっていうものではないんですよ。ちゃんとね、体のことをよく分かってる踊り方。ここで
ドンドンってやってる時に髪がブルンブルンって揺れて最後パキーンってなるじゃないですか。ここを固定させる筋肉とその体を揺らすっていう筋肉が2種類動いてるっていうところになるので、うんって止めながらこっちでブーンって動かして髪がブラッてその結果揺れてるっていうところになるのですね。聞き方の深みと1分37秒を見ていきましょう。これがねまたすごいんですよ。キュウ君だけだなこの質感。ここなんですよ。個人的にかなりツボなのはここでドンドンドーンって風に一個うんってなんかちょっと奥行きがあるじゃないですか、音の乗り方に対してっていうのが、これってドンドンドンっていう風に行くんじゃなくてドーンドーンドーンっていう風にドンドー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 ンを取ってるんですね。ちょっとこれ聞いてみましょう。音をよく聞いてくださいね。いきましょう。わかりますか？ボンボンボンっていう風に、ちょっとだけこう膨らみがあるんです。その膨らみに対してドーンドーンドーンっていう風に取ってるの でちなみに最後のドドンっていうところは2発取ってるんですよ。ここわかりますか？足行って最後にバウンドしてるのわかりますか？2回ドーンドーンっていうこの聞き方がアメージングすぎるというところで、随分深いところで音を聞いてるなっていうところになりますね。からの2分20秒ですね。100点満点の手先見ていきましょう。これがね素晴らしい。この手先ご覧ください。こうなんですよ。もう完全に全ての指が揃っていて、なんなら親指横に添える形じゃなくて折り込む形。この手の揃い方がやばい。一人だけ群抜いてるんですね。ここからもう一個くる。ほらまたよ。すごない？こんなん誰もこのパートで止めてみないじゃないですか。でもこの一瞬の動きに対してここを突き詰めてきてるっていうところがすごい。この手先に関してはよくバンバンのジミンちゃんとかの話もしてますけれども、やっぱりねこだわり抜いてる人はいるんですよ手先を。っていうのでからのですね、ヒタルシャルウィーダンス2分28秒見ていきましょう。ここも素晴らしいところですね。表情が素晴らしい。このおシャルウィーダンスって言ってる時のこの手を見つめる目線ですね。この時は何かが宿ったかのような表情をしていると、さっきまでの笑顔とはまたちょっと違った一変違った表情が見えてきますよね。アプローチを乗せるところで表情がそれに現れるっていうところが非常にポイントですね。パーンなんとなく行こう行こう行こうって言って踊るだけじゃなくて、曲に対してをシャウィですっていう風になれるところもキュウ君のポイントからのですね、しかるべきセンターよ2分49秒見ていきましょう。素晴らしいですねこのパフォーマンスもね。ダンスブレイクになるとキュウ君ボンって出てくるじゃないですか。勢いが出るんですよパフォーマンスに。どんどん加速していく。でこの後もうラストのサビっていうところでうわーっていう風に来るので、ここのダンスブレイクっていうのは非常に大切なポイントです。ちなみにドン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 って来てからここでドゥンドゥンっていう風に抜いてるっていう、ここの抜きですね。出力値いった80、90、100、20、20っていうところがちょっと今のところで見えたと思います。こういう風にコントラストをつけてます。全部全力でっていうんじゃなくて全力軽くみたいなところからまたドゥンドゥンっていう風な見せ方ができるので、これがすごいとすね。わちゃわちゃ3分12秒見ていきましょう。とはいえねこんだけバキバキに踊りますけれどもですね、可愛らしい一面もございます。わちゃわちゃしてまた最後に踊りますと。でここで真ん中に出てくるわけでございますからね。最後ですね3分34秒いい笑顔と見ていきましょう。最後の最後ですね。この笑顔で終わりというところでございます。非常に見ていて華があるんですよ。ドボイズって非常に人数が多いんですけれども、やっぱりその踊ってる時のシンクロ率っていうのが高いんですよ。キュウ君のダンスのクオリティってやっぱ
っぱりちょっとズバ抜けてるなっていうような気がしています。さっきのダンスブレイクの一番スタートのラインですよね。ところで9軍が真ん中に来てセンターで踊るっていうところにチームからの信頼みたいなのもあるなっていうところを感じてます。でやっぱね9軍が踊ることによってチーム全体が勢いづくっていうのがなんかいろいろパフォーマンス見ていてそんな気がしてます。彼のその人間性、ダンスに対する愛みたいなものがパフォーマンスから見て取れますと。でやっぱ踊ってる時のねバキバキのその力の強さ、首強い、体幹強い、手足強いというところ、あとは表情素晴らしい、抜群っていうところで、もっともっとね見たいですし、もっともっと有名になってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。かなり上手いです。 K-POP 界の中でもかなり上手いので僕はトップ10に選んでるんですけども、好きなんですよね。それぐらいやっぱりすごいいいダンスなので、もっとね突き詰めていきたいなっていうところですね。はい、リクエストや質問などありましたら下の方からよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。